どうも、タビです。今日はですね、今シーズン使ったスパイクを、紹介していきたいと思います。評価というか自分なりの感想ですね。4足あるんでやっていこうと思います。はい、スパイクの方ですね、1個ずつ紹介します。まず左からアシックスのですね、自品版は品名はちょっと入れますピロップで。こちらですね、でもまだ新しいやつですね。で続きまして、これも草野球用水野ですね。でこれね、結構やっぱかっこいいんですよね、水野プロということで、ロングパンツに合わせる形でコンとクノのスパイクは、履いてます。でこちら続きまして、公式で履いてるスパイクですね。はい、こちらがデサントのコーノエベルトのスパイクになります。公式野球のチームはですね、カラーが統一ということで、ネイビーの白基調でネイビーが紐のやつを使う指定があるのでこれを使ってます。でこちらはポイントスパイクになります。で最後に GS スパイクですね。ちょっと汚れてしまったんですが、GS グローブ僕持っているので、これと合わせて使う形、白スパイクになります。カラーは今ちょっと汚れてしまったんですが、水色のものになっています。でベルトです。はい、裏は歯ですね。はい、スパイクの特徴を紹介していこうと思います。はい、自分の中で機能性という部分で一番だったのが、このスパイクとこのスパイクになります。デサントとアシックス。まず何なぜかというと、まずはこのデサントなんですけど、コーノエベルトがとても、このベルトなんですけど、これを締めることで、結構足首がフィットするので、よかったです。はい、すごいフィット感ですね。他のスパイクにはないフィット感があって、とても1年間戦う中で良かったです。今回は公式の方では守る機会もあったので、9回守り抜くって考えても、やっぱりこのスパイクは足には優しかったです。はい、でこの次に上がるのがこの新しく買ったシックスのスパイクなんですけど、これは軽さがもう圧倒的に軽いスパイクでした。歯にもかかわらず軽い、これは本当に買ってよかったと思います。はい、このスパイクも、今年買ったスパイクですね。デザインは僕の中では結構一番近いスパイクになります。で裏は、これちょっとなんていう名前か忘れちゃったんで書いてみます。はい、このポイント、ミズノ独自のものなんですが、僕の中では、このデサントのポイントよりもちょっと滑る感じがしました。でさらに言うと、バッティングにおいてはちょっとこのポイントっていうのは今年結構試して使ってみたんです。今年から初めて使ってみたんですけど、やっぱり着地が僕弱いので滑る感じがあるので、今新しく使っているスパイクは基本的に草焼きではこれなんですが、やっぱ噛むっていう点ではすごい、歯の方が僕は今年履いてみて良かったと思います。はい、で圧倒的に噛み込みが良いのはこの GS のスパイクということで、歯は長い、生地が強いので、中でなんていうのかな、あまり暴れないというか、まあ足切られないですけど、足の中でのフィット感っていうのはやっぱりね、断然にコーノエベルトでしたね。この足の中で暴れないというか、そういうのあったので、やっぱりいいなというふうに思いました。はい、今回いろんなスパイク4足履いたので、皆さんも高校野球学生でも見たい、草野球選手もいると思うんですけど、参考になればと思います。はい、ラビチャンネルの動画は以上になります。どうしよう。Oh,
感じるんだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃあグローブをちょっと